高専カは、釣船草か釣船草続の一年草。東南アジア原産で、世界各地で干賞用に栽培される。日本での開花時期は、夏の6月から9月頃、リベンゲ類に分類されていた。リンの植物の種で記載された植物の一つである。厚さに強く、丈夫で育てやすい。茎は太めで直立し、葉は誤生する。 花は溶液に左右対称2から3下ずつ咲く。学編は3枚で、上の2枚の学編は2から3ミリメートルと小さいが、下の楽編には虚が発達する。花弁は5枚だが、左右の花びらは2枚ずつ合着する。本来の花の色は赤だが、園芸品種の花には赤や白、ピンク、紫のものがあり、また赤や紫と白の絞り咲きもある。 現在の園芸種は大半が椿崎と呼ばれる八重崎である。また、虚のないものもある。本来は草丈が6 0トルくらいになるが、近年草丈20から3 0トルの Y 生種が好まれている。長部に葉が多く、花が目立たないため花壇の景観には工夫が必要。日本ではこぼれ種でもよく生えるほどの丈夫な植物で、 よほど日当たりや水はけが悪くない限りは、問題なく育つ。注意が必要な病虫害は、うどんこ病、背筋すずめの幼虫など。発芽温度は、比較的高いので、東京付近では4月下旬から5月に発種する。果実は、果てで、熟すとか火の内外の細胞の膨圧の差によって、男性の力を蓄積し、弾けて種を遠くに飛ばす。 自然に弾ける寸前となった果実は指で触るなどの些細な刺激でも容易に弾ける。俗名インパチエンスもこのことによる。移植には不向きで幸いにはポットかじか上が望ましい。赤いものは昔から女の子が爪を染めるのに使ったためつまくれないつま紅の名がある。爪に放線化の資料を塗り初雪が降るまで色が残っていたら 恋が実るという伝承もある。沖縄では、ティンサグと呼ばれ、ティンサグの花は広く知られた民謡である。その歌詞にも、この花で爪を染める話が扱われている。触れると弾ける果実は、非常に目を引く特徴である。花言葉の、私に触れないでもそれに由来する。歌謡曲にもあるが、いずれも種を飛ばすことに絡めてある。現代医学的には誤りであるが、 放ン花の種をそのまま飲めば、喉に詰まった魚の骨が取れるという伝承が、長野県秋山里にあった。放ン花や、釣船草のような、すぼんだ横向きの形の花は、丸花鉢などの小型の花鉢による受粉に適応した、形態であるが、アフリカ放ン花のように上に向けて、大きく開いた花は蝶による受粉に適応している、可能性が高い。日本ではよく、 一文字せせりが放火して巨に深く興奮を差し込み、おしべやめしべに額を押し付けてつけて、受粉に預かっている。ありがとうございます。